フェイト、アンリミテッドコード。キャラクターを選んでください。おいしそう。まぶしい。なんてまぶしい光なんだろう。あんまりにもまぶしすぎて、何もかも真っ黒に見えちゃうな。本当。誰も彼ものっぺらぼうの影絵みたい。薄っぺらで簡単で、ふらふら揺れるだけの紙人形。そんなのいてもいなくても同じだよね。どうせ紙くずなんだもの。目障りだから、人思い切りつぶしてあげちゃおうかな。さあ、遊びましょう。ラウンド1、ファイト。削りますよ。この子怖いですよ。ガーリガリ飲まれて吹き飛ばしてあげますね。痛いですよ。コナン痛いですよ。逃がしません。どうですか、痛いですね。削りますよ。あげるものは後悔と絶望だけ。やれやれ、血生臭いことよ。ラウンド1、ファイト。逃がしません。飲まれて。これでこの子怖いですよ。見せどころよな、見ようが。逃がしません。終わりだ。どうですか、これで削りますよ。どう、 KO。 飛んで火にいるですね。弱いくせに光を欲しがるからそうなるんです。あげるものは後悔と絶望だけ。エーデルフェルトの実力見せて差し上げますわ。ラウンド1、ファイト。おいで。ガーリガーリ削りますよ。抜かしますよ。こっちよ。抜かしました。痛いですよ。行きます。危ないですよ。さようなら。どうですか、この子怖いですよ。ドロドロです。飲まれてよ。この子怖いですよ。どうですか、来ないで。したことがパーフェクト。私なんてこと。今何か踏みつぶしました。私
崩壊まであと一歩というところだな。自我はまだ残っているかね、麻藤さくら。今の私の名前ですね。もちろんです、神父さん。私は何も変わってません。だって初めから壊れていたんですから。麻藤のご老人も夜年並みには勝てなかったと見える。教育するのはいいが、教えに力が入りすぎたらしい。痛みへの耐性をつけすぎたな。そうですね、おじい様ったら。私がすぐに消えてしまうと最後まで思っていたんですよ。そんなだから逆にすぐ私に消されてしまったんです。麻藤造剣もすでにないか。ますます素晴らしい。あとは聖杯の完成を待つだけだな。だがそのためには、私の意識が残っていては邪魔ということですね。聖杯に個人の意識が宿っていては、神父さんの望みは叶いませんものね。ほう、以前とは比べ物にならない理解の速さだ。聖杯の恩恵は知性にまで及ぶらしい。私、あなたのそういうところ大嫌いです。それとこれは聖杯の恩恵なんじゃありません。単に私もあなたのことが邪魔で邪魔でしょうがないだけなんですから。完全に汚染されたな、麻藤さくら。あなたが私を殺したくせに。ラウンド1ファイト。痛いですよ。来ないで、逃れて。逃がします、来ないで。痛いですよ。どうですか、この子怖いですよ。危ないですよ。どうした、さようなら。どうですか、逃がしません。どう、おいで。痛いですよ。おいで、来ないで。痛いですよ。痛いですよ。それ私も KO 衰えるはずだ。私を生かしてくれたことだけは感謝しますね、神父さん。はじめから勝ち目なんてなかったのに、バカな人。でも安心してください、あなたが見たかったものは私がちゃんと産んであげますから。終わりにしましょう、さくら。そう、私に逆らうのね、ライダー。ラウンド1ファイト。痛いですよ。痛いですよ。さようなら。逃がしません。どうですか、さようなら。来ないで。来ないで。危ないですよ。声は遠い。私の声は緑を追う。痛いですよ。どうですか、どうですか。 KO ですね。あなたも取り込んであげるわ。さあ楽になりましょう、ライダー。嫉妬深い人たちに石を投げられた姿、強くて醜かった本当の姿に戻してあげる。
雑種ごときが王に歯向かうか。邪魔をするなら仕方ありませんね。ラウンド1ファイト。さようなら。どうですか。痛いですよ。痛いですよ。逃がしますか。どうですか。来ないと危ないですよ。痛いですよ。どう。逃がします。昔は見せ物か。どうですか。昔は見せ物か。このような。なんだ、あっけない。輪差しの標本にする価値もないですね。あげるものは後悔と絶望だけ。喜べ、一時戯れてやる。ラウンド1ファイト。逃がしません。削りますよ。危ないですよ。やるな。逃がしません。飛ばしてあげますね。ポーン。どうです。ガリガリ削りますよ。逃がしません。さようなら。飲まれて声は遠く。私の足は緑を覆う。削りますよ。ガリガリ食べちゃいますね。じゃあ一緒に溶けましょう。KO。私の手からは逃げられませんよ。魔力が欲しいんでしょ。もっともっと染め上げて私以上の怪物にしてあげますね。